イキンマン、アンパンマン、ドキンちゃんが答えるからどれがいいか考えてみてね。お風呂で何をするのかな。おしっこ。きれいに洗う。走る。正解はきれいに洗うだね。おしっこはトイレでしょうね。電話でお話しするときの挨拶はどれかな。ごめんなさい。もしもし、こんにちは。正解はもしもしだね。バイキンマンも謝る前にもしもしって言った方がいいね。一緒に遊びたい時に言う言葉はどれかな。ただいま、遊ぼう、さよなら。正解は遊ぼうだね。遊びたいのにさよならってわけがわからないね。失敗しちゃった時に言う言葉はどれかな。ごめんなさい。もしもし、どうぞ。正解はごめんなさいがいいよね。アンパンマンは失敗して気が動転してるのかもね。お別れするときに言う挨拶はどれかな。いただきます、こんばんは、さよなら。正解はさよならがいいよね。バイキンマンは冗談が過ぎるね。誰かのお家に入るときに言う挨拶はどれかな。おかえりなさい、お邪魔します、いってらっしゃい。正解はお邪魔しますがいいよね。人のお家にお邪魔するのだからちゃんと挨拶くらいはしようね。お家に帰った時の挨拶はどれかな。行ってきます、おはようございます、ただいま。正解はただいまがいいよね。バイキンマンは帰る気がないね。ご飯を食べた後の挨拶はどれかな。お腹すいた、ごちそうさまでした、さようなら。正解はごちそうさまでしたがいいよね。バイキンマンはまだ食べ足りないみたいだね。ご飯を食べる前の挨拶はどれかな。いただきます、遊ぼう、ごちそうさまでした。正解はいただきますがいいよね。ドキンちゃんは食べたいものがなかったのかな。お名前を呼ばれた時はなんて言うのかな。はい、もしもし、どうぞ。正解ははいがいいよね。バイキンマンとドキンちゃんは返事する気ないね。お客さんが来た時の挨拶はどれかな。いらっしゃいませ、いってらっしゃい、お帰りなさい。正解はいらっしゃいませ、がいいよね。アンパンマンはもてなす気はないね。帰ってきた人に言う挨拶はどれかな。お帰りなさい、さようなら、どうぞ。正解はお帰りなさいがいいよね。アンパンマンが冷たいことを言うからびっくりするね。
夜、寝る前の挨拶はどれかな？もしもし。こんばんは。おやすみなさい。正解は？おやすみなさい！が、いいよね。バイキンマンは寝かせる気がないね。お友達のものを貸してほしいときに言う言葉はどれかな？いいな。貸して。ありがとう。正解は？貸して。が、いいよね。ドッキンちゃんは許可なく借りていきそうだね。嬉しいことをしてもらったときに言う言葉はどれかな？あー、おいしかった。おめでとう。ありがとう。正解は？ありがとう。が、いいよね。アンパンマンは俺を言う気がないね。夜の挨拶はどれかな？こんにちは。こんばんは。おはようございます。正解は？こんばんは。が、いいよね。ドキンちゃんみたいに言うと不審者扱いされちゃう可能性が高いよ。お出かけするときの挨拶はどれかな？ただいま。さようなら。行ってきます。正解は？行ってきます。が、いいよね。バイキンマンは出かける気ないね。朝の挨拶はどれかな？こんばんは。おやすみなさい。おはようございます。正解は？おはようございます。が、いいよね。アンパンマンはまだまだ寝る気だね。嬉しいことがあった人に言う挨拶はどれかな？ありがとう。おめでとう。召し上がれ。正解は？おめでとう。が、いいよね。ドキンちゃんはお祝いする気がないね。昼間の挨拶はどれかな？もしもし？こんにちは。おはようございます。正解は？こんにちは。が、いいよね。ドキンちゃんは業界人の挨拶だね。お出かけする人に言う挨拶はどれかな？いってらっしゃい。おめでとう。さようなら。正解は？いってらっしゃい。が、いいよね。アンパンマンがトンチンカンなことを言うと不安になるね。これで賢くなったね。